こんばんは、原田です。スターウォーズジェダイフォールンオーダー、実況始めていきたいと思います。今日は帝国軍が、はい、この星を荒らしてるっちゅうことなので、ちょっと成敗しに行きます。今日の目的地なんですけども、ちょっと前にさまよった果てにたどり着いた、承認しました。今日の目的地なんですけども、ちょっと前に迷って入り込んだ、墜落現場っていうところに行きます。今日は前回と違って、きちんと下調べをしてから来ましたので、目的地まではサクッと行きたいと思います。こっちですね。ここはフォースプッシュができると通れるようになります。向こうからも戻ることができると。はい、お着してフォースプッシュで片付けようとしたら食らっちゃいましたね。すみまーす。ここは右を行くと。いや、ここをまっすぐ進みます。嘘だろ。ここは右に進みます。墜落現場行くのも一苦労なんだよね。帰り道もすんなり帰れるかどうかわかんないし。はい、ここの敵を片付けましたので、ここをまっすぐ進みます。合ってるかな。地図見ながら一応進んではいるんですが、こっちですね。で、ここをまっすぐこのエレベーターに乗ります。カル君は物から、いろいろな記憶とかを引き出すことができるわけなんですけども、ここに来るまでの間に、結構いろんな記憶とかをですね、読み込んでですね、帝国軍の幹部がこの星で何をしているかっていうのも、そこからわかるわけなんですけども、そのあたりはちょっともう、はい、さよなら、ね、直接シナリオとはちょっと関係がないので、省略します。霊廟は見つかった？まだ。あと帝国が警戒を強めてる。十分に注意して、カルを頼むわ。 BD、 分かった、気をつける。ここをまっすぐ進むと墜落現場に行くことができます。ちょっとお祈りしよう。前来た時は本当に迷いに迷ってこっち来たわけですけど、今回はまっすぐ来れたのでだいぶストレスが少ないですね。ここで無線ができます。いいか。俺は今見るものが、いや、忙しくない。暇だぞ。なんか変なの見てるんですかね。
墜落した船が2隻ある。彼らもここの風に苦労したようだな。おいおいおい、今更それに気づいたのか。俺の腕が劣ってたわけがないんだ。2隻って。そうだな、ありがとうと言いたかった。いいか、お前はまあいいやつだね。けどまあ行かないと、用がある。だからまた後でな。よし、敵は無視してこっちに進みます。ここも前登ったな。何の意味もなかったけど。さよなら。で、あっちだね。倒した後、近づいて自爆しようとしてくるので、フォースプッシュで離してあげます。これ、引っ張る力、フォースプルができるようになると、ちょっと楽になるんですけどね。じゃあ。はい。倒したので進みましょう。あの上に見える黄色い箱、あれは回復の最大数が増えるので、後でまた取りに行きます。今は取りに行けないんですけど、後で、はい。後で2段ジャンプができるようになったら、また取りに行きます。よし、こっちかな。この先に進みまーす。この先確か強いやつがいた気がする。近づいてるようだ。さっきから気分が良くない。グリースの料理ひどい。いや、そんなわけないが。そうですよ。でも前よりひどくなってる。近づくほど悪くなるみたいだ。ここで何があるか思い出しました。まあ、後でおいおい。お祈りしたので先に進みます。ここなんですけども、これ渡りたいんですけども、BD1 は上には持っていってくれないので、今は。こうオーバーチャージすると、下に下がって、また行っちゃった。オーバーチャージして、はい、下にしてあげると。はい、気を取り直してもう一回進みましょう。で、次はこっち進みますか。ふい、全部弾いた。2体はめんどいな。よし、倒した。ここで BD1 をアップグレードします。このモーターでいける。どうだ。はい、これをすることで BD1 は上から下だけじゃなくて下から上にも綱渡りができるようになりました。ここですね、行きましょうか。おー、本当に優秀だなこいつは。で、最初にオーバーチャージで上から下に持ってった綱を今度は下から上に引き上げて登ると。こっちだね。いっぱいいる、敵がいっぱいいる。やだやだやだ。さよなら。
やっと倒しました。先に進みましょう。あんまり食らってない方だから。いいかな。ここ右に進んだんですけど、こいつが出てきたんで、先進んじゃいます。右は、ショートカット。つまり元に戻るところです。動きを鍛える必要があるな。ここは落とすことができない。腹立つな。スローにして、はい、切る。結構食らっちゃった。オーバーチャージでここ開けてます。進むんですけども、ここはこっち右に降ります。はい、どういうことなんでしょうね、今のストームトルーパーの会話は。二人に対して任せてくださいと言っていたのか。あぶね。回復残り二つだけど大丈夫かな。瞑想スポットあった。大丈夫だ。この後が目的地になります。行きましょうか。出たー、セカンドシスター。久々です。ああ、そうだ。名は知ってる。過去。そして何よりコルドバのこともな。やつはどこにホロクロを隠した。いいだろう。全然倒せる自信がない。今赤は避けるしかないので、赤い攻撃がのあとちょっと隙ができますね。でパリーとかして、あっぶな、あーやられた。よし、赤い攻撃の後に三角の強攻撃をすればいいのかな。いや、いって、今のなんだよ。今動きが悪いな。この程度で効くものか。大変だった。死ぬかと思ったけど、死なずに一発で終わらせられましたね。学んだか。シアのワイルド氏ほどの才能はないが、悪くない。覚えてるのか。何も聞いていないのか。シアの前の弟子。誰のことでしょうかね。知ってるんだ。弱い女だ。帝国の尋問に耐えられなかった。守るべきパダワンの居場所を吐いたのだ。あの女が言わなければ
私は見つからなかった。ほう。私を裏切った。美人ではあるのか。その通りだ。この女性が船にいる黒人の女性の弟子ですね。自分とパダワンの命が天秤にかけられた時、あの女は自分を選んだ。お前も裏切られる。俺は自分を守れる。それはあまりに甘い考えだ。新しいマスターは闇を抱えている。この私に帝国がした仕打ちを見た時、どんな顔をしたか。あの女は本性をあらわにした。ダークサイドに手を伸ばしたのだ。シアはフォースとの絆を絶った。おう、じき闇を抑えきれなくなりお前を裏切る。ホロクロンを見つけた時、そんなのがそばにいたら。ジャロタパルは何という。マスターの名前を出すな。果たしてかつてのパダワンの慣れの果てをどう思うかな。裏切り者とコソコソと動き回り、大勢の無垢な雛鳥たちをあの女に差し出す。やめろ、絶対に渡さないぞ。これ最初に聞いても何を言ってるかよく分かんないと思うんですけども、2周目の僕も正直よく分からないです。彼女が何言ってんのか。とりあえず船にいるあのシアさんのことを憎んでいると。シアさんがダークサイドに手を出したと、そういうことですね。次の目的地はどこかな。分かんないな。なんか遺跡っぽいところについちゃいましたね。ここなんだっけな、忘れちゃった。さっきは本当に助かった。恩人だ。おかげさまで。霊廟にも近づけた。ゼッフォンの霊廟かな。この先かな。なんだっけこの先。見つけたぞ。他の霊廟とは違う。ああ。わからない。嫌な感じだ。ここか。このミクトレルの霊廟ってやつもやたら一周目は難しかった。この霊廟の中に入るまでやりましょうか。こっちでいいのかな。下？ああ。これか。思い出した。見つけた。けど。捕まれるんだ。なぜ黙ってた。彼女は嘘つきだ。おい。お。一体。トリラさんが通信してきた。お前があの女に繋ごうとした瞬間に通信を乗っ取った。昔からあの女は通信のハッキングが趣味だった。私も教わった。私はシアの持つ技なら。私はシアの持つ技なら。普通に落ちちゃいましたね。今、バツボタンがジャンプなんですけど、丸ボタンを押してました。これ6回目ぐらいなので、さすがに、向こう行きたいと思います。これしっかり、向こうまで行かないと、よし！ようやく行けた！左下のライフ見てほしいんですけど、まあめちゃめちゃ食らってますよね。あれ、6回ぐらいかな、落ちたの。2回目で6回落ちたってことは、1回目10回ぐらい落ちたんじゃないかな。なんて言ったら、お、頑張って。はい、さよなら。ああ、やっと倒した。こいつが赤くなってため攻撃をしてくるときにフォースプッシュをすればなんか隙ができるみたいなんですけども、それより緊急回避これした方が
他はやりやすいです。このミクトレルの塔に入ったんですけども、このミクトレルの塔は最終目標なんですけども、上にあるあのボール、あれを落としてここにはめることが目標になってきます。これだけのために一周目も本当3時間ぐらい駆けずり回った気がします。で、こっちなんですけど、ここフォースプッシュでちょっと破壊して、で、ここね、なんか青いふわふわありますよね。これなんですけど、最初ここに茨の壁みたいのができてて、この階段上がれなかったんですね。でも、この装置、この装置、なんか重力を発生させる装置みたいで、この溝、この縦長の溝にろうそくがあったんですけども、なんか、あっち、あの壁が重力を生じて、ろうそくがこっちの壁からあっちの壁に吸い寄せられたみたいです。で、このろうそくの火で、ここにあった茨が全部燃えて、この階段通れるようになったということです。録画しとけよって話なんですけど、ちょっと録画忘れちゃってて、なのでもう全部言葉で説明してます。茨がどんなかっていうのは、まあ次回見ればわかるかなと思いますので、それで次回はこのミクトレルの塔の謎解きになります。今日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。